こんにちは、とびこです。前回の春色バッグ、ちっちゃいの、の持ち手をつけて出来上がりました。材料は本体も書いてあります。下からサンドベージュとソメイヨシノを2段ずつ交代に編んできて、今多分11段目だと思います。日頃私が編んでるように足の上に置いて編んでます。今ちょっと出演しているのは三兄弟のワチャです。最終段の12段目を編み始めてます。ちょっと黒いのが見えてるのがあっちゃんです。どうもやっぱりクラフトバンドが好きみたいで、端っこをガシガシスルメのように噛んだりするんですよね。
から2468と12段編んで、一番上をこうやって折って始末しようと思います。で、最後の一段なんですけど、残りがこのぐらいになると始末するときに短くなってしまうんで、つなぎます。で、この辺から1個分より短く切って、新しく15センチか20センチぐらいの糸バンドをこのピンクに差し込んで、ギリギリここから出るか出ないぐらいまで差し込みます。で、ボンドをつけて、この後は普通に編むんですが、やっぱり編んでくるとこの長さあるものもあるし、こんなに短いのもあるんで、短いものは無理してもう一段編まずに、一段下の時点でついだ方がしっかりとつなげれるんで、ボンドをつけて、つなぎ目が出ないようにギリギリまで突っ込む。12段編めたら11段残して上の1段を折り曲げます。内側に折り曲げて、残っている縦芯を下の目に通して、もう一度上に持ってきてくるっと通す感じなんですよね。まず上から下に通す、ちょっと見えづらいですね。それを上に持ってきて、もう一度上から下へ通す。短いのはもう下向けに通して少しボンドをつければいいと思います。そんなにほつけることはないんで、一重で大丈夫だと思います。わかりにくいですかね。折り曲げた先の、ここで言うとサンドベージュの上側の段になりますね。その斜めの紐に
上から下に通してもう一度上に持ってきて同じところに二重に通します。ちょっと端に寄せる感じにしないと重なって向こうから頭が出にくいんで、で出てきたら折り曲げてきれいに引っ張る。きれいに二重に出たらボンドはつけなくて大丈夫です。一番上の段を折り曲げて、残っている縦芯でくるっと一周して巻いた状態です。短いところはこうやって入ってしまったんですけど、巻ききれなかったところは一周だけ入れてボンドで留めます。あと巻いたところはハサミで足らない程度ギリギリのところをカットしていきます。こんな感じですね。縁の始末ができたら持ち手の方を作ります。持ち手の6本幅155センチの2本を2つに折ってここで折り目つけます。で、折り目をつけたものをこちら側の端、これが脇目の端なんで4個目の1、2個のこの横から掛けて通します。で、ここでちょうど半分ですね、半分に掛けて出したらいつもの4本丸編みいきます。まず最初にいげたを作ります。下右から重ねて左側重ねて右側から重ねて、今度左側は最初の下を通って次は上、こういう形です。ちょっとアップにしましょうか。この形、最初のこの形とっても大切なんで必ずこの形にしてください。で、ここからいきます。一番左側の1本を下を通って右2本目を回って左2本目に押さえる。次、いつもと違ってちょっと紐の幅が狭いので最初もたつくんですが、右から左2番目を通っ
って右2番目に収める。最初をちょっとギュッと締めていきます。左から後ろを回って右2番目を通り左2番目に収める。右から後ろを通って左2番目を通り右2番目、左から右2番目を通り左2番目、右から左2番目を通り右2番目、左から右2番目を通り左2番目で、時々なじませる。右から左2番目を通り右2番目、左から右2番目を通り左2番目、右から左2番目を通り右2番目。時々口が嘘ついてると思うんですが、動画見てくださいね。左から右2番目を通り左2番目、右から左2番目を通り右2番目。ちょっとやっぱりいつもより細い分角が立って出やすいので、少し編んでは折り目をなじませてください。左から右2番目を通り左2番目、右から左2番目を通り右2番目で、この根元から編み終わりまで38センチ編みます。もう少し肩にかけたりしたい人は長くしてもいいと思います。私はちょうどおちびさんが持つんで割と短めにしてます。38センチです。左から右2番目を通り左2番目、右から左2番目を通り右2番目。これで38センチ編み上げます。38センチ編めたら、今度は反対側の1,2,3,4 番目の上から2段目にきれいに2つ2本ずつを2つ引っ張っても不自然にならない形方向を見て、端から4つ目の目にの横と横、こことここですね、に入れて、外から見た感じが大事なんで、ちゃんと余りがないように引っ張って、それをひっくり返し、ちょっと待ってくださいね、先ほどの2本ずつ入れたところですね。
ギュッと外に余りがないように引っ張って下側を右に、右の1本下側を上に、右の上側を左上に、左上の1本を左下に、で最初のこの始まったところに差し込みます。で一度この時点で四角く形を整えて、左下を左上に、左上を右上に、右上を右下に、右下を左下に、で最後にこの部分に通します。で形を整える前に少し下側にボンつけて、それぞれちょっと緩めのところに、ボンドを入れておきます。で、ギュッと締める。で、ボンドが乾いたらカットします。取っ手の裏の始末ができたら、はい、出来上がりです。ちょっと可愛いぼんぼりを見つけたので、つけてみようかなと思って買ってきたんですが、好みじゃなかったらいけんかな。かわいいかな。ちょっとこっちと迷って、これちょっと何つけようか。この感じとこれも買ってきたんですよね。どっちが可愛いかな。これちょっと地味かな。やっぱりこっちの方が可愛いかな。とりあえずできました。今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ドビコでした。